マフェイ1はカシオペア座の方角にある巨大な楕円銀河である。かつては局所銀河群の銀河であると考えられていたが、現在では自身の名前を冠したマフェイ銀河群の銀河であることが知られている。1967年に赤外線放射からこの銀河と近隣のマフェイ2を発見したパオロ・マフェイにちなんで命名された。マフェイ1はかなり平らな核を持つ、 楕円銀河である。箱のような形で、主に古い金属量の豊富な構成で構成される。小さな青い銀河角を持ち、そこでは星形成が続いている。すべての大きな楕円銀河と同様に、かなりの球状星団を含む。銀河系からの距離は3から 4MPC と推定され、最も近くにある巨大楕円銀河である。マフェイ1は銀河面吸収体に位置し、 銀河系の構成とゴミにかなり隠されている。もし隠されていなければ、マフェイ1は最も大きく、また最も明るかったはずである。非常に暗い空で30から35センチメートル以上の望遠鏡を用いれば見ることができる。イタリアの天文学者、パオロ・マフェイは赤外線天文学のパイオニアの一人である。1950年代から1960年代に、 かけて、構成の高質な近赤外線画像を撮るために、科学的に非常に高い分解能を持つ写真看板であるイーストマンエマルジョンエヌを用いた。超高感度を達成するために、彼はこれを5%アンモニアに3から5分間、浸した。この手順により、感度が一桁上がる。1957年から1967年の間に、マフェイはこの技術を用いて、 球状星団や惑星上成分を含む多くの天体を観測した。これらの天体のうちのいくつかは青四気港の高感度甲板では全く見えない。マフェイ1は1967年9月29日にアジア語天文台のシュミット望遠鏡で露光した超高感度 IN 甲板を用いて発見された。マフェイは 三光星雲と、オウシ座 T 型星を探索していた際に、マフェイ1とそれに伴う、渦巻き銀河である、マフェイ2を発見した。近赤外線での天体の試直径は、最大50であるが、青機光では見ることができない。スペクトルには放出線や吸収線を書く。また後に電波を出さないことも示された。1970年、ハイロンスピンなどは、マフェイ1が、 近隣の大きく遠平された巨大な楕円銀河であると提案した。マフェイ1は銀河系に隠されていなければ、北天で10番目以内に大きい銀河であったはずである。マフェイ1は銀河面からわずか0.5コードしか離れていない銀河面吸収帯の中心に位置し、可視光で約4.7等級も現行している。現行に加え、マフェイ1は、 銀河系の無数の構成の背後に隠されており、観測の際に容易に紛れてしまう。結果として、その距離の測定は非常に難しい。1971年、発見の直後にスピンラドはマフェイ1までの距離を局所銀河群内に入る約 1MPC と予測した。1983年に、この推定、ロナルド・ブタとマーシャル・マッコールによって、 大円銀河における高度と速度分散の関係を用いて2.1プラス 1.30.8mpc と改められた。この距離はマフェイ1を局所銀河群の外に置くものだったが過去に影響を受けていた距離に十分近いものだった。1993年、ジェラルドルピノとジョン・トンリーは表明気度変動を用いて マフェイ1までの距離を4.15プラスマイナス 0.5mpc と新しく予測した。2001年には、ティム・ダビッジとシドニー・バンデンバーグは、保証工学を用いて、マフェイ1内で最も明るい全近距星分子の構成を観測し、その距離は、太陽から4.4プラスマイナス 0.5mpc と結論付けた。再構成した、高度、 速度分散関係と現行に関する最新の知見を用いた直近の推定では、マフェイ1までの距離は2.85プラスマイナス 0.36MPC とされている。過去20年間に報告された 3MPC 以上の大きな距離は、マフェイ1が局所銀河群から大きな影響を受けていないことを示唆していた。マフェイ1は、 太陽から約秒速 66km の速度で遠ざかっているが、局所銀河群の重心からは秒速 297km の相対速度で遠ざかっている。これはマフェイ1が一般的な宇宙の膨張の中にいることを示している。青気孔と近赤外線で見たマフェイ1の表面軌道マフェイ1はハップル分類で E3 型に分類される。 巨大大円銀河である。これは、この銀河が比較的平らで、単半径が長半径の約70%であることを意味する。マフェイ1は箱型3型で、半径約 34PC の中心領域の光放出は R14 足と比べても不十分であり、マフェイ1がコアタイプの大円銀河であることを示している。箱のような形と暗い角の両方が、 中型から大型の大円銀河の特徴である。銀河系にかなり隠されているため、マフェイ1の四直径は観測する波長に大きく依存する。青式光ではわずか1から2であるが、近赤外線だと月の直径の3、4を超える23にも達する。3MPC の距離とすれば、これは約 23KPC に相当する。合計の絶対等級は、 メガボルトイコールマイナス20.8で銀河系に匹敵する。マフェイ1は下右角の青い多円天体である。マフェイ1は直径約 1.2pc の小さな青色の核を持つ。核は約29太陽質量のイオン化水素を含み、これは最近まで星形成が行われていたことを意味する。活動銀河の兆候はなく、中心部からの X 線放出は、 多くの構成が起源であると考えられている。マフェイ1は、主に100億歳以上の古く金属量の豊富な構成で形成されている。大きな大円銀河であることから、マフェイ1には1100個ほどの多くの球状星団が含まれると考えられている。しかし、途中での吸収が多いことから、地上からの観測では長い間それらを発見することはできなかった。 2000年にハッブル宇宙望遠鏡を用いて行われた観測では中心部に20個程度の球状星団の候補が発見された。後の地上からの赤外線観測により明るい球状星団の候補が多数発見された。マフェイ1は近隣の IC342 やマフェイ2等の巨大渦巻き銀河と銀河群を形成する。また、ド員インゲロー1等の 小さな衛星渦巻き銀河やメガバイト一等の多数の Y 衛星銀河も持つ。これらを含むマフェイ銀河群は銀河系から最も近い銀河群の一つである。ありがとうございます。